続きです。販売する続きは続き。でね、コカ・コーラっていうのはね、まあ、秘密なんですよね、調合が。だから日本なんかで、まあ、形にもその、ね、中に入っている原料を書いてますけど、実際秘密でね、これは仮のものなんですね。カラメルとかね。ね。で、仮の言葉で書いてるわけです、この。ね。原料をね。で、日本で、日本人が売るものに対しては、ね。全部書かないといけないし、嘘があっちゃいけないんだけど、このコカ・コーラっていうのは、書いてないんです。秘密にしてる部分があるんですね。で、コークとかいうのは、コカ・コーラじゃない、コークとかいうのはまた2級のね、コカ・コーラで、あれは書いてるかもしれないですね。だから、っていうのはね、アメリカの、ね、軍事的に日本も前戦争でやられてますし、力強いんで、ね、そういうのは許可されてるわけです。軍事力の力の国家の強さですね。で、そういうことでね、だから、味がなんかポワッとして美味しいっていうのはこれ麻薬なんですね。薄い麻薬。ただね、害にならない程度の麻薬なんですね。が入ってるんですよ。だから、単にカラメルっていうのはお砂糖を壊さないギリギリでいいって黒くして、ね。それで苦い味、プリンに入れる黒いやつですね。カラメル。それにね、ミネラルウォーターと炭酸を混ぜて、それと麻薬を入れるわけですね。害にならない程度の麻薬。で、その調合がうまくてね、麻薬が少しでも入ったらたくさん取っちゃったらね、害になるでしょ。だからここら辺が調合でね、お腹壊す、下痢を、あんまり飲みすぎてもね、下痢を起こすようだから、なってるから飲めなくなっちゃうからね。そういうふうに抑える働きの調合というのが、ちゃんとされてるわけですね。で、だから、ほんのちょびっと、炭酸水の気分とかね、レモンソーダみたいな感じと同じでね、だけじゃないけど、と同じじゃなくてね、そういうような香り、気分が良くなったりするっていうのはそのせいなんです。だから、つい買っちゃうんですね、少し。たくさんは飲めると、ごへえと言って、やっぱ下痢起こしちゃうとかね、ということになるようになってるんで、だそういうのが、コカ・コーラの営業だったね、うまく流したと思うんだけど、まあ麻薬が入ってるから美味しいのは当たり前ですよね。まあそういうことですね。ただ害にならないようにしてるから、ね。ただ日本では許可なんないんですよ。アメリカの力でもって許可してるんですね。ということをよく知ってくださいね。ヨーロッパなんかは麻薬は自由ですから、ね。行ってね、喫茶店でも売ってるし、自由に麻薬を吸ってもいいしね、そうなってますけど、ただそこまではちょっと私も許可しないね。許可できるのはコカ・コーラぐらいですかね。全然入ってるか入ってないかぐらいですね。ということで、日本で販売できないものっていうのはこういうコカ・コーラとかそういうのですね、真似ができないのね。真似するんだったら完全に麻薬抜かさないといけない、そういうので作んないといけないわけですから、美味しさは落ちますよね。難しいからね。ただそんなことですかね。話飛んじゃったけども、人間たちの給料の問題ですね。どうしてもどんな働かしてもマイナス100円になってしまうということでね。どうやって対処するかですね。で、人間の能力は人間2倍以上はまずないから、100人に1人は2倍は普通の人よりか給料はいいと思うんですけど、僕は上の生物だから無限だけど、例えば10万円だったら20万円までは100人に1人はいいわけですよ、ね、
だから、そういうことでね、人間全然働けないのに働いてるわけです。マイナスになるということでね。働かさなくてもまたもっとひどい、暴れるんでひどくなるんですけどね、荒らすからね。だからマイナス100円ね、1ヶ月働いてマイナス100円の給料だけど、働かない人はもっと荒らすんで、もう大変なマイナスになるわけですね。マイナス何万円にもなったりするわけですね。だから働かした方がいいわけですけどね。だけどそれでもちゃんと働かしてもマイナス100円であると。ね、給料がね、そういうことですね。で、どうしようかということですね。で、もうとにかく転移するから、人間は頭全然違う人が話してる上こにとでそのまま話して慣れきっちゃいますからね。全然知能低いんだけど、で、自分の時の都合の時は自分の都合になるようなことで動きますから、全然意味ないわけですよね。約束は聞かないということですね。約束、契約、聞かないんですね、全くね。だから、仮に決めとくだけで、あと力関係でまたぶつかり合うわけですね。じゃないと絶対その契約書を守んないわけですよ。まあ、そんなことで、昔はね、破産したら、破産手続きし、なんかも、認めなかったわけですね。なかったかもしれないですね。で、それで、一生返せるだけ返すということで、破産宣言、破産と登録っていうのを許可しなかったんですけど、破産する人が多くなったんで、だんだん、お金ね、破産しても破産手続きしたら、結局破産しても結局自分の財産取られるだけで